清水で育った攻撃的ミッドフィルダー。清水でいくつもの伝説を作った背番号10、あのフリーキックは忘れられない。風向き結構考えてました。蹴る時にイメージしたのがポストの右側から行けばちょうどよく入るなと思ったんですよ。エスパルス一筋14年間戦ってきた男、沢登正明。人は彼をミスターエスパルスと呼ぶ。本当ミスターエスパルスと呼ばれるのに、ね、値するふさわしい人だったんじゃないかなと。類まれな攻撃的センス、得点力、ゲームを支配し試合を決める。直接決めた沢登り。いろいろな思い出がある。おめでとうございます。ありがとうございます待ちに待った優勝。キック落とした。チャンスになる。久保山、久保山サイド空いてますけどね。ワンタップシュート。13年連続のゴールも決めた。しかしその時が来た。まあ、僕は残念だなという気はしますね。でまだ体も動いてましたんでね。ただ体がもう少しこう落ちても多分ボールを扱って周りを動かせるんじゃないかなと。最後の戦いの日、サポーターはエールを送り続けた。81試合目、これが最後の戦いだ。登りのポジションは右のミッドフィルダー。先ほどはフリーキックがありました、アントラーズ。さあ、ここでオープンスペースにボールが出て、沢登り、10番がスルスルっと上がっていく。その直線狙っていった。左足、綺麗な弧を描いていきましたが、わずかに左に1メートルほどそれました、沢登り。今のは沢登りらしい、ええ、リズムに乗った相手を外して、しかもキーパーの心理をの逆をついてましたよね。そうですね。この辺のキーパーがよく見えているところ、沢登りらしいですね。綺麗に足が振り抜けたというようなシュートでしたね、はい、そして後半18分、ビッグチャンスが生まれる。西野が落としたボールを登りが左サイドに張っていたマルキーニョスにロングパス。さあマルキーニョス、2人が上がってきた。抜いたシュートいった。入った。今日2点目、マルキーニョス。そして一方のエスパルスベンチですけれども、今杉山浩太が呼ばれまして、おー、そうですか。先ほどですね、長谷川監督と沢登りが何かサインを送り合っていましたので、おそらく沢登りと変わると思われます。沢登りに交代ですか。はい、はい、今沢登り下がります。ミスターエスパルス、あー今奥さんの姿が見えます。ちょっと目に涙をためて、このご主人の沢登りの姿を目に焼き付けました。そして登りの最後の戦いも終わった。沢登り選手に来ていただきました。お疲れ様でした。ありがとうございます。本題のラストゲームどうだったでしょうか。十分楽しみました。はい、本当に、皆さんのおかげだと思ってます。沢登り選手の思いがチームメイトみんなに伝わったような気がしますが。そうですね。本当にみんなが一生懸命頑張ってくれたんで満足です。そしてこのオレンジサポーターの声援、どういう風に伝わってきましたか。そうですね、本当に、たくさんの方がね、こうして足運んでいただいてね、僕自身も本当に、愛されてるなと思いました。悔いなしと言っていてよろしいでしょうか。はい、もう悔いないです。そして別れの時、サポーターとの別れ。
共に戦ってきた後輩との別れ。本当に一緒にサッカーをやってこれたことを誇りに思いますし、本当に光栄に思っています。サポーター選手、全ての人を代表して言わせてもらいます。本当に今までありがとうございました。どんな時もそばで支えてくれた家族。記念の10番のユニフォームは見に来てくれた両親に捧げた。日本平スタジアムは涙に濡れた。14年間の思いを込め、ありがとうのぼり、清水栄光の10番。本当に14年間ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。鹿島サポーターの皆さんもありがとうございました。